皆さんこんにちは。今日の散歩の時に C 国の雑木狩りのお話をしたんですけど、ノーシマシーンのあまり詳しく話せなかったので、で帰ってきて調べてメモしたのでちょっと読みたいと思います。なぜ中国は臓器移植のペースが速く費用も安いのか、その答えがついに明らかになった。アメリカ、ヨーロッパ各国、国際人権委員会は中国を強く非難した。中国政府は囚人からの臓器提供を認め、2015年までに囚人からの臓器移植は段階的に中止すると発表しているが、実際は今も臓器提供は続けられていると見られている。その証拠に2017年中国政府がある恐ろしい器具を特許登録している。その機械は使用して死ぬわけではなく、脳が機能しなくなるだけ、植物人間になるとあるけど、これはもっと調べないとわからないけど、植物に人間になるかはわからないですよね。ちょっと脳の勉強をしないと。なんでかというと、この動画のコメント欄にそうやって書かれてる人がいて、詳しいのかわからないけど、はい。頭に固定され側頭部に強い衝撃を受けると人間は脳損傷を負い、仮死状態になる。そして脳死状態になれば、仮死状態になれば移植用の臓器の鮮度を長時間保つことができるのだ。この脳死マシーンは臓器保存液のコストを削減するために中国政府が開発したものだとされている。世界中の非難を受けてもなお中国は臓器狩りの効率化を進め、恐ろしい器具を作り上げたのだ。4年前になりますけれど、これは2020年現在とありますが、4年前ですね。中国における大規模臓器売買は年間1兆円前後の収益を国家にもたらしていると言われている。このような内容の動画を見ました。漫画でしたけどね、これはね、漫画だったけどすごく実際をもとに話されているノンフィクションのお話で、漫画でしたけどとても卑劣な現状、隣の国で行われているとね、知るとね、いたたまれませんね。明日散歩の時に公園で読もうと思ったけど、いろいろずっと考えてたけど、このようにして読むことを決めました。その見た動画を貼り付けようと思ったけど、今ちょっと分かんないの、悩んでるんですよ。貼り付けていいのかどうかが分からなくて、教えてください。貼り付けていいのかな、これってね、動画
勝手に貼り付けていいかが分かんなくて。それでは失礼します。